はい、どうも。今日紹介するのはこちら、鉄血のオルフェンズ HG モビルアーマーハーシュマルだ。じゃあ早速箱を見てみましょう。でかいっす、箱めちゃめちゃでかいっすね、こいつ。はい、表がこんな感じ。バルバトス乗ってますね。めっちゃでかいっす。もう劇中出てきてますけどね。横がこういう感じ。はい、反対側がこんな感じです。じゃあちょっと中開けてみたいと思います。中身がよいしょ。まず説明書ですね。はい、プルーマもついてますね。1機だけついてるらしいです。はい、でまあこんな感じですね。今までの開いていくタイプと違って、なんでしょう、冊子風になってますね。パーツ数そんなに多くないと思うんですけど、 HG なんで。まあでもとにかくでかいですからね。ディスプレイ台もついてますね。はい、こんな感じですね。エフェクトもついてるんですよ。ビーム砲のビームがやっとなんか出てきましたね。でこういう感じで裏がこうですね。ワイヤーとかもついてて、あとね、そうバルバトス用の新型太刀がついてるんですよ。はい、では早速ランナー見てみましょう。まずこれですね、ホイールシールついてて、エフェクトですね。はい、中身はこんな感じです。肩ですね。ほいで、ブルーマ、はい、で台座とワイヤーですね。ちょっとじゃあ早速ランナー開けてみましょう。はい、開けてみました。ホイールシールですね。はい、でエフェクトパーツ、モナカですね。はい、で肩アーマーでかいっす。めっちゃでかいっす。これぐらいっす。はい、で内部フレームっぽいんですかね。あー、バルバトスのタッチついてますね。これですね。でかいですね。いいですね。はい、でこれも内部フレームっぽいグレーの成型色ですね。で白、はい、でこれがプルーマ。何気にでかいですね、プルーマもね。はい、でワイヤー、太めのワイヤーがついてますね。で台座、はい、こんな感じですね。じゃあ早速作ってみましょう。はい、完成しました。モビルアーマーハシュマルとプルーマですね。でかいっす。やっぱでっかいっすね。ちょっとじゃあ各部署見ていきましょう。はい、アップでこういう感じですね。頭部で肩になるんですかね。はい、で足なのか手なのかよくわからないですけど、こういう感じですね。で後ろに一応こういう台座のね、取り付けがついてて、足裏、はい、で後ろと、で尻尾みたいなやつですね。はい、でかいっす。はい、ちょっとじゃあ可動を見ていきましょう。はい、まず頭ですね。で今回ボールジョイントないっす。ポリキャップのボールジョイントが一切ないタイプですね。はい、顔一応まあそのボールジョイントにはなってるんですけど、ポリじゃないんで、はい、こんな感じですね。ここも動きます。こういう感じのボールジョイントですね。はい、なのでちょっとまあ取れやすかったりしますかね。まあ首これぐらい動きますね。はい、で肩ですね。肩グリッド結構動きますよ。ここは一応肩と、まあ、こういう感じで独立してるんで動きますね。ただこれもちょっと取れやすいかなっていう感じではあります。はい、
こういう感じですね。で、一応ここも、こう、動くと。こう動くと。はい。で、こう足の部分というか、手の部分というか、こうですね。こっち動きます。で、爪も全部独立稼働するんで、結構動きますね。はい。で、あとは、まあ、ここの部分が稼働するという感じですかね。はい。はい、プルーマのアップです。こういう形ですね。はい、後ろ。あの、腕の部分が肉抜きが結構あります。はい。で、一応ここもボールジョイントにはなってるんですけど、ポリじゃないんで取れやすいですね。で、ここの関節も取れやすいです。なんか全体的に関節緩い感じですね。で、ここが動くと。手も一応だからこう、動くのは動くんですよね。ただ取れやすいです。はい。で、ここも、一応開くという感じですね。で、このプルマの台座なんですけど、ここにこう通すと、一応、なんですよ、尻尾の台座にもなるということですね。こういう感じで飾れると、ディスプレイできると。ただ、尻尾が結構太めのワイヤーなんで、なくても全然保持できますね。表情も結構つけれるんで、これはいいんじゃないかなと思います。はい。はい、で、次に変形ですね。変形というか、まあ、ちょっとやってみましょう。まず、足を引っ込めます。上にグッと引っ込めて、で、この爪の部分を、こういう感じですね。はい。で、ここを、こう閉じると。で、こう回転させて、ここに一応縦軸ロールがあるので、回転させて、こう入れると。はい。こうですね。で、反対側も同じく、ここを入れて、爪を上に展開して、ここをこうすると。で、縦軸で回転させて、ここに入れると。はい。お手軽ですが、これで、なんでしょうね、飛行形態というのか、はい、この状態になります。まあ、簡単な変形ですね。はい、取れやすいです。ちょっとじゃあ、各部、あと、武装とかもあるので、ちょっと、つけてみたいと思います。はい、今回このクリアのエフェクトパーツですね、ビームの、ついてるので、これをちょっと、つけてみましょう。はい。差し替えで頭部を一回ばらします。はい。上を取って、下も取ります。そうすると、ここにパーツが一個あるので、これを起こします。起こして、下にこれをつけて、はい。で、この部分に、このエフェクトを取り付けると。で、頭を、今度ここですね。ここで取り付けると。はい。そうすると完成しました。こういう感じですね。ビーム砲を打っているところ。
で、足にもギミックがあるんですけれども、まずは、この、ちょっとわかりにくいですけど、この走行パーツを一回、外します。外して、一段上に取り付けると。そうするとちょっと浮くんですよね。はい。この状態で展開させて、ここに穴があるので、ここにこれを取り付けると。そうするとこういう状態ですね。はい。そうするとこういう運動エネルギー弾発射装置の展開状態ですね。これが再現できるという感じですね。あとですね、エネルギー供給システムっていうのがあって、これももう差し替えなんですけど、この部分ですね、ここをこう外して、よいしょ、ここに取り付けると、こう、そうすると肩のこの部分が露出されて、プルーマへのエネルギー供給を行うらしいです。はい、エネルギー供給システムですね。はい、こんな感じのギミックがついてます。ちょっとね、色塗らないと全然ダメなんですけど、はい、こんな感じです。はい、バルバトスルプスとの大きさ比較ですね。同じく144分の1ですね。はい、これだけ大きさが違います。そして今回バルバトス用の新型太刀ですね。これちょっと持たせてみたいと思います。はい、持たせてみるとこんな感じです。アップ、両手持ち一応できますね。はい、こんな感じです。これなかなかかっこいいんじゃないですか。まあ、この太刀だけ欲しい人はね、こいつ買わないとダメだから大変ですけどね、ハシュマルをね。はい、こんな感じです。で、ちなみにプルーマと比較すると、まあ、プルーマで結構でかいですからね。こんな感じです。はい、というわけで今日紹介したのは HG144/1 モビルアーマーハーシュマルでした。大きくてね、パーツ数も少ないんで、組みやすくてエフェクトパーツもついてるし、ね、プルーマもついてるし、面白いんじゃないですかね。ただね、ちょっとね、ガシガシ動かして遊ぶっていう方には、いろいろポロリがあって、ちょっとストレスかもしれないですね。はい、というわけで今日はこんな感じでした。じゃあまたねー。